茂津、中茂津、東洋のベニス、仁徳天皇陵、堺玄関口、地茂手、堺市の玄関口とも言える中茂津駅周辺、市営地下鉄、南海、仙北3つの鉄道の拠点、中茂津駅は読みづらいのでひらがな表記、戦前は女性駅長で有名になった、地名は仁徳天皇がお墓造営中、鹿が飛び出したが耳の中からモズ、モズが飛び出し鹿の暴走を止めた鳥に由来するらしい、仁徳天皇陵の正式名称もモズ耳原中陵、モズ耳原の中の三崎ということだ。駅周辺に大阪府立大学中茂津キャンパスがある。